皆さんこんばんは。セガアトラスチャンネル、今年も盛り上がってます。はい、さてここからはセガパートナーズである EA 社がお届けするシリーズ累計売上がなんと3億2000万本という世界最大のモンスター級スポーツゲームブランドの最新作、ついに先日に全世界同時発売されたばかりのほかほか FIFA22 をご紹介いたします。まだ買ってないやという皆様、きっとこれは買わなきゃ損だというね、思えるほど今作の醍醐味は楽しむ楽しむポイントをご紹介しちゃいます。司会は私 J リーガーの番組紹介のナビゲーターも務めました西村ほのかです。よろしくお願いします。皆様ツイッターの書き込みもじゃんじゃんよろしくお願いいたします。ラブセガで、はい、よろしくお願いします。また番組の最後には視聴者プレゼントのお知らせもありますので最後までご覧ください。さて本日はゲストをお二人お招きしております。早速ご紹介していきたいと思います。まずはお一人目、元サッカー日本代表であり現在は解説、講演、サッカー教室などサッカー普及に向けた活動されている福西さんです。よろしくお願いします。サッカーを実際やらせるとそこそこうまいですけどゲームはそうでもないんで、はい、そこそこじゃないですよ、相当うまいですもん。はい、福西さんは FIFA シリーズの公式解説者でもあるですよね。はい、はい、FIFA シリーズの魅力はどんなところにあるんでしょうか。もうワールドクラスですね。サッカーと同じようにもう世界中でも FIFA がやられているということ、はい、そしてもうスタジアムにしても細かいところまでよくもうね、うん、研究されているというか、うん、実際出てくるっていうところはすごいなと思います、うんうんうん、はい。そしてお二人目、人気 YouTuber であり FIFA シリーズに詳しいタイポンさんです。よー、こっちこちもばばタイポンです。 FUT の日本キャプテンを務めさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。はい、タイポンさんはすでに FIFA22 の動画を何本もアップされているそうなんですが、はい、本作はどんな評価をされてるんですか。本作はですね、最先端技術のハイパーモーションテクノロジーっていうあのテクノロジーが使われていて、はい、もうそれで本当に遥か上のレベルにサッカーゲームが進化しました、うん、わー、まあ、今日はその素敵なね部分をこの番組で紹介していきたいと思います、はい、ということで本日は2人よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なお今回はスケジュール上ご出演が叶わなかった FIFA22 公式アンバサダーからビデオメッセージが届いていますのでこちらご覧ください。 FIFA22 日本アンバサダーに就任しました影山優香です。私と一緒に FIFA でサッカーの魅力をたくさん味わいましょう。プレイステーション。はい、影山さんありがとうございました。 FIFA22 の魅力をどんどん広めていってください。それでは、FIFA22 の魅力を紐解いていきましょう。まずはタイポさんのコメントにもありましたハイパーモーション、これは次世代機でのプレーをさらに進化させゲームの感覚を完全に、変えるテクノロジーと言われております。そのハイパーモーションの凄みがオフィシャルトレーナー映像で表現されていますのでそちらをご覧いただきましょう。どうぞ。プロ選手22名にピッチで激しくぶつかり合う実戦の動きを高品質なモーションキャプチャしてゲームに反映するテクノロジーがハイパーモーションです。このテクノロジーによりプレーの緊迫度、反応、ぶつかり合いのリアリティが圧倒的に向上しております。マシンラーニング機能で膨大なデータを蓄積学習して選手の動きに反映されているそうです。本物ですよ、本物、はい、リアルすぎて何が現実か。めちゃくちゃリアルになりました。現実なのかなこれ。いい、現物の選手ですよ、プロの。すごい、はい、通常のアニメーションに加え新たに4世パターンの動きが追加されリアリティが格段に上がったとお聞きしました。オフザボールの動きにも注目ですということですね。今まではこれだから 2,3 人とかでモーションキャプチャーしてたのがもう22人でやってるんで、いや本当になんかもうレベルがレベチっていう感じで、これめちゃくちゃだと僕らは実際に見てる人たちがやってるわけですからそれが映像化されるってことですもんね。そうなんですよ。だからもうゲームやっててなんかもう本当に試合を見てるんじゃないかみたいな感覚に陥っちゃうんですよね。選手の癖みたいなのもあるんですか。あ、再現されてるんですよ。すごい。あの試合中話したりとかもしますからね。ええー。なんか髪の毛描いたりとか、うんうん、鼻は描いたりとか、はい、そういうのもしてくれます。
すごい。うん、萌え。画質がグラフィックも綺麗。グラフィックがすごいですね、本当に。本物やないですかこれ。はい。ではこのハイパーモーションにより、革新的な進化を遂げた FIFA と ND2 をお二人にこの場でプレイしていただきましょう。やっていいんですか、はい、それでは準備をよろしくお願いします。はい、本日は時間の関係上4分ハーフだけプレイしてもらいます。なるほど、 OK、はい、やりましょう。どうですか、意気込みなどはありますか。意気込みこれ、いやいやいや、タイポンさんと僕がチャレンジするってことこれ。そうですやばいでしょ、ハンデ慣れてるんじゃないですか。いやいや、僕はね実際にサッカーやりたいんですけど、はい、ここでぶつかれないいやもう俺吹っ飛ばされちゃいますよいやいやいや、ね、緊張する。ちなみに FIFA は俺12年やってます。うわ、そうでしょめちゃめちゃやってますね。入場してきました。あら、そうなんですよ。実況してらっしゃいますね。させてもらってるんで。そうなんですよ。名前は出てくるんですけどね。馴染み深いです。すごい。FIFAユーザーからしたら。本当ですか、ありがとうございます。いやもう歩き方がこれ本物ですもん、コメントでもほぼ実写に近いって、はいはい、今作はだからタトゥーとかも再現されてるんです、選手とか。いきます。さあ、試合開始。自分がチェルシーを、ね、僕パリ・サンジェルマン、はい、何色ですか。はい、白、僕白です。自分青です。わかりました。このなんかもうフォーメーションの動きとかもめちゃめちゃリアルで、ちゃんとこうディフェンダーがスライドしたりとか、カバーカバーカバー、そうスライド、これクロス、おお、ナイスキャッチ。ボールの挙動も今回あの改善されてて、めちゃくちゃリアルに、もう回転とか もう本物と変わらないような感じになってるんですよね。すごいな。いいよ、マルキニオス、やべ、ミスった。あ、チャンス。これはタイポン選手が一気に、はいはい、行きますか。あ、ボールタッチとかもめちゃめちゃリアルになってるんですよね。体の向きとかもすごいですね。そうです、歩幅とか合わせるようになってるんですよね、ボールに対して持ち方が本物です。あら、はい、OK、よし、これで今回ちょっとあの守備の AI とかもかなり賢くなってるんで、結構ねこのオフザボールの自分が操作してない選手もかなりあのいい動きをしてくれるんですよね。これがハイパーモーションの搭載されたことによってこう導入された動きになってます。ゲームの域を超えてるって言われて、いやこれね本当にね見てると、やばい、惜しい。これなんか前お母さんとかがなんか普通にプレーしてたら、うん、なんか今試合やってるんだって言われましたもん。それぐらいもう本当に見間違えちゃいますね。今見間違えちゃうぐらい。これはゲームです。やばい、うまい、ここへ、お、やばい、シュート、いけるか、次次次、守備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 がね本当に AI が超向上してるから。本当だ、これ寄せ方もそう、スペースをなんか見つけて埋めてくれるんですねこれ。はい、まだ行く、行くね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 、よしよしよし。あ、取った。ボールカットとかもね。本当だ。めちゃめちゃもう。ちょん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 。やばいやばいやばい。ちょん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 。ちょスキル見せたいな。いや、ちょ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 、見させないよ、見させないよ。オッケー。見させないよ。プレス。タイポンさんがスキルをするのか。かっこいいスキル。待て待て待て。どんなスキルができるんですかね。いやもうちょっとありすぎて、ちょっとなんか絞れないんですね。おっと、やべやべ、行き過ぎて行き過ぎて行き過ぎて、おおおお、今おお、マウント、うまい、めちゃくちゃうまくないですか。いやこれちょっと綺麗に決まりましたね、すごい。なんかね僕がサッカーしてたら、はい、ああいうシュートを打ちたいなっていうシュートまさに絶対取れないですもんこれ。これはちょっと完璧に決まりました。スキルも見せました。今確かに、はい、あの一回ボール止めてね、はい、止めて、キーパーの動きとかも、いや本当すごいまます、ね、改善されたんで、すごいな、スキル覚えるの大半、表情も改善されて、もうなんか全てがかあの向上しすぎて、うん、ちょっともう怖いですね、なんか、うん、最近のゲームは。これはスキル難しいんですか。スキルはまあ覚えれば結構簡単に、うん、あの出すことできます。右スティックでなんかちょんちょんってやったりするだけで、あの中には難しいのもあるんですけど、シザースとかもあるんですか。シザースとかもできます。
さ。おお、指導指導指導して。あ、ちょっと取れた。いいプレス。いいプレスだな。うまっ。ちょっと。あれ、スキル？スキルか？スキルか？スキルというよりコントローラー使い。コントローラー使い。ボールコントロールが素晴らしかった。おっとっとっと。取られました。よしよし。間間ない。キーパー。キーパー。おお。はい、ナイスキーパー。ナイスキー。顔面で止めましたね今。素晴らしい。うわ、ほんまやん、そのままやん、キック。いやこれ本当にゲーム編集加えた映像じゃないのってコメント来てます。いや本当ですか。いやでもマジでそれを自分が操れるっていうのがやっぱ魅力です、まあ、確かに。でもそれは言えますよね。リアルスキルな。ちょっとね、これ以上どうなっちゃうんだっていう、このね、首振ってる感もすごい一緒。あ、確かに。こう待ってるじゃないですか、ディフェンスで、はい、で首振ってんすよこれ。あ、周り確認してるんですね。そうそうそう、これサッカーでよくやるんですけど、はい、あ、転んだ、膝痛いって言ってる。膝痛いって言ってる。スルーパス、やばい。いけるか。いや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 、そこはちょっと。あ、そこはちょっと。優しくしてほしかったな。すいません。ねえ、はい、出ちゃいました。いや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 、さすがです。面白い。いやー、うまいな。はい、いや、リアルすぎて思わず私も見入っちゃったんですけども、いかがでしたか、プレイしてみて、福西さん。あのね、本当に僕らよくテレビでね、うん、こう本当の人たち、この人たち、ファンシャンツーマンとか、はい、チェルシーをやってるのを見てるわけですよ、はい、うん、でその人たちの動きがここまで同じだと思わない、うん、もう本当にね、こうリアルすぎる、はい、だからこそ楽しいっていうのありますね。楽しみも見ててもすごかったです。タイポンさんは。いや、なんかもうハイパーモーションテクノロジーが、うん、なんかすごすぎちゃって、うん、なんかもう前作と本当もう比べ物にならないぐらいのレベルになっちゃったので、うん、なんかもうや徹夜でやってるんで今、もうクマとかやばいですよ、あの体の向きとかでコントロールがちょっと違ったりするんですよね、はい、そうなんです。それがね、こういうのでもう明らかに出てくる、うんうんうん、まあ、っていうのは思います。はい、まあ、白熱の試合を見させていただいたんですけども、 FIFA22 の楽しみ方は他にもいっぱいあるんです、うん、その中からボルタフットボールというモードを実際にお二人にプレイしながら、紹介してもらいましょう。楽しいパーティーゲームのような遊び方もできちゃうんです。さあ、いかがでしょうか。これはあれですよね、あの3対3、うん、3対3で遊べるんですか、はい、時間がない方とかね、うん、ちょっとした遊びでしょ。ちょっとした遊びにも、そうなんですよ、ちっちゃいコートで、うん、やる感じですね。向いてますね。では自分はリバプールという赤いユニフォームのチームを使います。タイプさん赤です。マンチェスターシティ。マンチェスターシティ。ちょっとスタジアムもたくさんあるんですけど、本当だ、壁ありとかなしとかも選べるんですけど、まあ、ちょっとどうせなら壁ありで。壁ありやりましょうよ、はい、なんかやってみましょうか。駐車場、駐車場で駐車場でフットサルみたいな、フットサルすごいすごい、なんか身近にできるって感じですねこれね。そうですね、これめちゃめちゃスピーディーなんで、さっきとはちょっと全然違うような感じになってます、2ゴール選手で勝ちですね、はい、キーパーはいないので。本当だ、3対3の、いいよ、本当の選手だ。あ、本当だ、もうこれなんか本当になんかストリートサッカーみたいな、ストリートサッカーですね、感じですね。これ僕は水色ね。コンクリートの色とかもリアルだな。いやいやいや、これ取れない取れない。まあこれスキルが、うん、簡単に出せるっていうのが、あ、確かに、はい、ボルタっていうモードの一つの。そうね、これ足出すんだけど。あるんですよ。おっと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 。ああ、オフなんだよ。なに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 。ファール。ファールですね。ファール。触っちゃ、触った？でもあの普通のサッカーよりかは寛容です。確かに確かに。あれ、なんか今手で触ったでしょ。あ、触ってない。手で触ったでしょ。ハンドはさすがに。今めちゃめちゃハンドしましたね。はい、これもすぐに、ほい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 、はいはいはい、そうです。あと、あらー、これ壁やね、ほら壁だから全然違う。壁も使いながら、壁使う、こうやってパスを壁使いながらするみたいな、こうやって、あばー、 あ、で、見ました、今何なんか壁使ってぐるってやつ、うん、タイポンさんが1点取りました。爆中したでしょ。爆中もできます。すごいな。あ、ナイス。あ、これ間違えた、これあれだ、これだ、わかった、シュートボタンが、うん、シュートボタンが、はい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 、あ、取った、あ、うまい、壁立ち、お、うまい、壁パスしましたね、あ、間違えた、よし、やばいやばい、やばい、これドリブルシュートもできる、ほら、あ、もう取った、それもあり、それもあり、それもあり、全然1対1、だって負けるな、ラポルテ、あれ、ディフェンスのやつが前やってるみたいなね、次取った方が勝ちですからね。こっちか、これか、そうだよね、
体入れられた。ロブパスもこうやって壁使ってできるんで。やばいやばいやばい。さあどうなるか。あやばい。あれ？はい。はい宙返り。宙返り。テニスさんの勝ち。うまっ。ねできました今。いやあれたまたまできた。すごい。いやちょっと普通に負けたな。うんうん確かに。面白いこれ。面白いですね。これめちゃくちゃ面白いんですよ。これすごいな。はいお疲れ様でした。リラックスしてみんなでワイワイ楽しむにはとてもいいゲームだなと思います。プレイしてみていかがでしたでしょうか。もっとね普通のサッカーと違って細かい動きがどんどんできる、自分でも操作できるんで、こう面白いこう、ね、細かい部分を楽しむのにもいいし、ちょっとやろうよっていうのがやりやすい、はい、いいっすね。確かに、いや楽しかったな。楽しかった。これあんまりオフラインで人 と、はい、ちょっとやることがないので、なんか今ちょっとやってみて、しかも相手が福西さんっていう、いや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 、こんな貴重な経験ないもん。今日されてる方実際にやらなきゃいけないな。実際だったら俺も貴重貴重なんだよ。今ツイッターのコメントでもまさかの福西さんとタイポン君、今日も朝から FIFA やってましたって聞きます。ありがとうございます。素晴らしい。はい、皆さんもどんどんハッシュタグラブセガをつけてツイートしてください。この T シャツが、390名の方に当たります。ラブセガ欲しい、はい、うん、さああっという間にお時間となってしまいました。ここで製品情報をお伝えします。 FIFA22 のパッケージ版はハイパーモーションが取り入れられたプレイステーション5版、そしてプレイステーション4版と任天堂スイッチ版のレガシーエディションをご用意いたしました。すべておととい発売されたばかりです。では最後にお二人改めて FIFA22 のおすすめポイントをお伝えしていただきましょう。まずは福西さんから。まずねリアルな選手たちを見れるってことですね、はい、もう本当に癖もそうだし動き方もそうだし、ね、先ほどタイポンさん言われたようなタトゥーとかのこう姿っていうのも見れるんで、本物をここで体験できるっていうこと、そして本物を自分が操作できるっていうのがやっぱりすごいことだと思います。これはねいいですね、はい、はい、ありがとうございます。タイポンさん、はい、いやもうやっぱ進化してるっていうのと、あとまあFIFA ってすごいモードが豊富でたくさんあるんですけど、まあ、その中でも一番人気なモードがFUT というアルティメットチームっていうので、まあ、さっきのムバッペとかあとはまあサラーとか、まあ、そういった選手たちが同じチームでこう一緒にプレーできるドリームチームを作れる、モードがあったりとか、あとまあキャリアモードっていって、クラブのマネジメントとかでオリジナルクラブを作って遊んだりすることもできるので、今回は本当にすごいたくさんの要素が詰まってて、でかなり試合の内容も進化してて、本当に素晴らしいデッキだなというのは、まあ、ちょっと実際プレイして実感しているので、ぜひサッカー好きな方、まあ、サッカーゲー好きな方もぜひ購入して間違いないと思いますので、はいはい、もう実際にやってみて楽しんでください。はい、好きな方ね、なかなかやらないっていう人ゲームやってね楽しんでもらいたいし、それでサッカーも好きになってもらったら嬉しい、普通のサッカーもやってもらえたらいいなと思います、はい、ありがとうございました。最後に視聴者の皆さんへのプレゼントのお知らせです。抽選でなんと FIFA22 のアルティメットエディションがもらえちゃいます。詳細は EA 社の公式ツイッターで掲載されてますのでご確認ください。さあこの後もセガアトラスチャンネルまだまだ続きます。引き続きお楽しみください。それではありがとうございました。ありがとうございました。